上ちゃん、はい、何してんの？今潤してんの？それ私のだよ。そうそう、今借りてます。これ気持ちいいね。それは気持ちいいよ。これはいいわ。上ちゃん目開けて。癒される。上ちゃん、うん、あら、どうもディズニー大好き上ちゃんです。何よ。はい、お久しぶりです。お久しぶり。あ、まあこのね、多分これ嫁ちゃんが来るでしょ。はい、嫁ちゃんが来るわ。お久しぶりだよ。嫁ちゃんはもう毎日やってるけどもお久しぶりにやってまいりました。嫁ちゃんが来る来た。それでは地下を整理させていただきたいです。ちょっと待ってよ、今ちょうど癒しの時間なのにさ、一気に緊張感が出てきたよ。でも勝手にそもそも使ってるので、そちらを。いやいやいや、いいじゃんこれ。もうほらほらじゃない、夫婦のですからこれは。そうですか、うん、じゃあ地下室整理してきますね。本当に？本当だよ本当に？本当だよ。じゃあ一個だけにしてよ、もう。はい、心も潤して。どういうことそれ。やってまいりました、地下室へ。今日もたくさん並んでるので、そろそろまた上の段から行こうかなと思って。これいいんじゃないかな、奥にあるし。これはちっちゃい子が使えそうなおもちゃ。よし、これにします。あ、準備整いました。こちらは万全でございます。何を持ってきたの？今日はこちらを持ってきました、うん、もう先に言っとくね、ダメ。どうして？あれ、なんでこれ開いてんの？これそれなんか勝手に開きました。勝手に開いたじゃない、ダメですよ。これちゃんとここ閉じといて、これ大事なものだから。これ知ってる？知らない。知らないの、うん、ラジオ。え、これなんでこれ持ってきたの？それは、うん、なんか奥にあったんだけど、うん、なんか奥にあったらいらないかなと思って。あのね、トイストーリーの棚だったでしょ、一番上、うん、でそのトイストーリーの仲間なんですよ。そうなの？そうそうそう。でウッディたちが目の前にいて、うん、まあまあ脇役だから、うん、このミスターマイクっていう名前なんですけど、このミスターマイクは脇役だから、まあちょっと後ろの方でね、うん、存在感を出してたんだけどね、別に奥にあるからっつってこの整理しないでほしいんだわね、うん、そうかしら。そうかしらじゃない。じゃあこれの魅力を伝えていきますから。はい、お願いします。はい、はい、じゃあミスターマイクのね、魅力を伝えていきたいと思います。はい、もうミスターマイクのこれ見てよ、この表情。その見た目はすごくかわいい、うん、かわいいでしょ。にっこり笑って、鼻があって、目があってね、眉毛があるっていうね、ちゃんと顔になってるのがすごいね。そうでしょ。それでミスターマイクはトイストーリー1からもう登場してまして、これね、よく見るとここが足のようになってるじゃん、はいはいはい、このようにね、歩くんですよ。なるほどね。持ち主のアンディがいない間にこうやって歩くんですけども、このね、ミスターマイクの最大の特徴はやっぱり名前にもあるこのマイクでございます。そのマイクは、うん、本当にマイク、そう、これね、使えるんですよ。ここにね、スイッチあるでしょ、ここに緑のスイッチが、そうで、ここにミスターマイクの絵と子供の絵柄が描いたスイッチがあるけど、ここのミスターマイクの絵柄にカチャッと合わせると、どうもディズニー大好き上ちゃんです。これがマイクの声ってこと？マイクを通したボイスチェンジャーになるってこと。なるほどね。 Ladies and gentlemen, boys and girls,東京ディズニーランドエレクトリカルパレード、エレクトリカルパレードのね、ちょっとオープニングみたいな声も出せたりするわけよ。そうそうそう。そしてここのカセットの部分は
ここボタン押すと開くのね。あー、それ勝手に開いたやつ。そう、か、え、勝手に開いた？勝手に開いたよ。勝手には開かないよ。で、このテープがね、昔懐かしい、このテープ、これ何にも入ってないんですけど、これにね曲とか入れてたら、こうやって入れて、ここのスイッチ再生ボタンを押すと曲が流れる。でさらにこのマイクを使えばカラオケとしても使える。そうそうそう。でもちろんここにボリュームもついてるし、なんかさ、ディズニーのキャラクターの新しいおもちゃって感じなのに、すごいレトロな感じもあって、素敵。素敵でしょ。それこそあのトイストーリーの1でね、さっきミスターマイク登場してたって言ったけど、実はもうトイストーリーから登場したおもちゃではないのよ。そうなの？それはどういうことかっていうと、もう海外でもうすでに売られてたおもちゃで、でそこからトイストーリーに登場したっていうね、もう昔からあるおもちゃなんです、これ。そうなの？そうなのよ。で映画のワンシーンでこのウッディがね、主人公のウッディがミスターマイクを使っておもちゃたちに演説するシーンがあるわけですよ。帽子取れちゃって、ちょっと待って。こうやってやって、ミスターマイクのマイクをこうやって握って、こうやって、おーみんな聞いてくれっていうシーンがあったわけ。そうで、ちょっとねノイズが走って、おーちょっともうちょっとこっち来てミスターマイクみたいなね、そういうシーンがトイストーリー1にあるから、ぜひとも見てほしいでございます。細かいこと言いますと、このミスターマイクのいろんなモデルがありまして、これはこのミスターマイクのモデルはトイストーリーに登場してない方なんで、実はどういうことですか？トイストーリーに登場してるミスターマイクは、これ本当細かい話なんだけど、この鼻の部分にオンとオフってついてて、口のこの線が真っ黒いんです。じゃあそちら偽物ですか？偽物ではない。ミスターマイクはミスターマイクだから、上ちゃんのお宝、上ちゃんにとってのミスターマイクはこれでございます。トイストーリー見てほしいな。ここにねオンとオフがあるから、確かにちゃんと見直したいって思った。うん、そうそうそう、ぜひ見てほしいと思います。はい、じゃあこのミスターマイクの魅力伝わりましたか？ウッディも使う大切なマイクでございます。すごいね、本当のマイクなんだね。そうだよ。でも名前はね、なんかそのままですね。いや、いいでしょ、いいでしょ、かわいいでしょ、わかりやすい。そうそうそう、これもうだいぶねレトロですからね、これは。確かに、なんか本当手に入れた時嬉しかったんだから。なんかさ、今の時期お家にいることが多いから、それでカラオケなんかしちゃったりしてね。あ、いいじゃないですか。それで楽しんでね、一緒に楽しみましょう、これね。はい、はい、それでは合格で、イエーイ、ミスターマイクやったー、嬉しいよミスターマイクは地下室のお宝ルームに戻ることができました。よかったミスターマイクな、お宝だから上ちゃんの。はいはい、なんかマイクもさっきよりちょっと笑顔だったね。そうですね、笑ってるように見えるからね、ここも魅力ですわ。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。